できるビジネスマンが持っているものって言うと、皆さんどんなものをイメージしますか？なんかあれですよね、罪のバッグとかさ、結構イメージあるけど、そういったものの中の一つにやっぱヘッドセットってあるんじゃないでしょうかね。特にほら、あの海外の人の イメージ強いですけどね、耳のところにさ、こうやってつけながらあの電話してるあのシーンですよ。それができるという製品、しかもプラントロニクスというね、もうこのジャンルではすごい新鮮なメーカーさんが作ったものです。中身はこんな感じで、ちっと剥がすとこっち側が充電用のケーブル、 USB とマイクロ USB の充電用のケーブル、そしてこれが本体。重量とかですね、バッテリー駆動時間なんかのスペックはですね、この動画の概要欄に書いてある詳細をご覧ください。ここではですね、使用感をチェックしてみたいと思います。使い方はもう簡単で、ここでスライドして電源を入れると、そして電話の位置がね、接続されましたって、もう来てますね。私一回ね、この動画を撮る前にペアリングのテストしてるので、そのデータはもう残ってますね。一度設定しておけば、もうすぐに起動したらつながると。これは便利だね。早速ね、試してみようかな。パソコンにいる両なりに電話をかけてみましょう。今ね、私もハンズフリーですけど、これで電話かかってますからね。ピピピプルルルって音がしてますよ。ほらほら、出たこっち見てるぞ。あ、なんか昔げな顔で、あ、もしもし、バイヤーでございます。あ、じゃあこっち来て。でもあれだ、僕この動画撮ってみて分かったけど、この動画を見てる人はね、リオナリの声聞こえないんだろうな。もう一瞬付き合ってもらいたくて、 LINE が使えるかをやりたいんだよね。一旦切るよ。やっぱね、電話こそはもちろん最重要だけど、 LINE でもちゃんとつながるかどうか知りたいよね。さあ、リオナリ先生、無料通話をかけてみる。つながってるっぽい。 LINE で呼び出している。もしもし。お、すごい、これ電話だけじゃなくて LINE でもつながるよ。超便利ね。どうも、本当に手ぶらで話してるね。それくらいコンパクト。ちょっとこっち入ってきてよ。何なんですか、急に電話してきて。いや、もうこのヘッドセット手に入れてうれしくてさ。俺の話全体何も聞こえてなかったでしょ、この。そうなんだよ、それが問題だなと思って、ね、何をしてたかっていうと、はい、今このヘッドセットをつけて、iPhone の標準の電話と、あと LINE でね、両内とね、通話をしたんですよね。すごいっすね。すごいよ。軽いでしょ、コンパクトでしょ。うん、軽い。未来感すげえ。ちっちゃっ。ちょっとじゃあ今ここで僕、逆にかけてもらおうか。じゃあ、これか。うん、あ、できた。もしもし。もしもし。もしもし。あなたが両内さんですか。だって、聞こえる。聞こえる。すげえ。こんな声でもクリアに聞こえる。聞こえる。そうそうか。何？今何してんの？今何してんの？何してんの？今座ってる。座ってるのか。そうか。動画撮ったのか。お疲れ。またね。じゃあね。どうよこれ。すごい。ね。てかここをカチッと押すだけでいいんですね。そう。楽でしょ。うん。てかこれ電話かかってきた時に夕飯コールメールコールみたいな。あ、そう。ここでかけることも可能なの。多分二度押しとかでリダイヤルとかね。二度押しました。うん。すげえ。未来じゃないですか。未来でしょ。てか24っぽいでしょ。そういう製品ですよ、これは。乗ってきた。よくわかんないけど、そこちょっとよくわかんなかったけど。かっこいいじゃん。ね。というわけでこれがあれば、もうね、ハンズフリーの状態で通話ができると。もうまさにできるビジネスマン必見のアイテムですよ。そうですね、うん、ハンズフリーが相当便利です。何がいいって軽いんですよ。耳につけてもね、ほぼなんかつけてないのと同じぐらい。あの、極端な話、一日つけっぱなしでもいけると思う。全然いけると思う。さすがに一日つけっぱなしで試してないけど、うん、いける。全然重くないから、うん、ほぼ本当にあのアップル純正のイヤホンあるじゃないですか、イヤホン、うんうん、僕いつもつけてるんですけど、あれを片耳つけてるぐらい、うん、本当に重さゼロ。そうだね。普通のイヤホンつけてるのと変わんない。多分あれで、この耳のパーツより軽いよ。リオナリの耳のパーツを別に触ったことがないからわからないけど、取ったことがないけど、それぐらいだと思う。何言ってんのこの人は。というわけで皆さん、こちら製品アップワークスターで予約受付中です。ぜひご購入ください。